はい、どうも大東です。さあ、ということでやっていきましょう。第3回100日ハードコアです。よろしくお願いいたします。それではプレイスタート。今回は6日目です。はい、とりあえず魔法の防具は完璧に揃いました。そんな感じですかね。はい、こんな感じで揃いましたんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。アイテムを置きに行こうとしてた途中だったかな。そんな感じですね。多分こっちでいいかな。よしよしよし。じゃあこっち行ってアイテムを置きに行きましょう。で、欲しいのは金鉱石が今欲しいところですね。金鉱石が手に入るかどうか、そこが問題ですね。手に入るかな。金鉱石欲しいんですけど、なかなか、手に入らないんで難しいですね。鉄がめちゃめちゃ、こっちはそうでもないですね。あ、これこっちに、あ、いっぱいだな、やっぱ。おー、いっぱいだな。よし、焼くのは、いや、もうちょっと集めてから入れた方がいいか。これもいっぱいだな。ではでは、まあ鉄のシャベルでも作っとくか。銀鉱石は、まあこっちも置いちゃおうかな。とりあえずいらないでもこの中に入れといて、よし、じゃこれもこうやって置いときましょう。で、棒はないですね。じゃあ作んないとダメか。これできるか。で、こうですね。で、棒で一応シャベル、あ、ダイヤモンドもあるんだ。そうだそうだ、最高。よし、いや、良さそう。良さげ良さげ。どうしようかな。もう下に行こうかな。下の方にあるかもしれないんで、下でガンガン魔法を放つか。もっと下に行った方がいいのかな。あー、どうしよう。やっぱこっちか。ここで行った方がいいですね。で、こっちで、あ、こっちか。下に行けば、あ、そっか、松明がないんだ。思い出した、忘れてた。いけね。棒もないから。あ、やばい。これは本格的に。ちょっと待てよ。忘れ物が多すぎる。いけねいけね。戻れ。足りねえもんがあるぞ、足りねえもんが。ちょっと棒と松明が、なんかめちゃめちゃ重いな。なんか、え、めっちゃ重いんだけど、何これ。ドラゴンでもいいの近く。重いんだけど。あはー、その通りだ。ドラゴンがいる。で、こっちもいんの。あ、てか、あ、わかった。描画距離がとんでもないことになってくれ。なんかやってた。あー、最大になってる。めっちゃ重いなと思ったら、こういうことか。15位ぐらいにしとこうか。あー、危な。あんな遠くまでやんなくていいよ。いるよね、ドラゴン多分。あれ、いない。あれ、ドラゴンいると思ったんやけど、いないですね。まあ、いっか。まあ、一応ゲットしたから、いいや。ラッキーラッキー。棒も一個ゲットしたし、あ、これは違う。まあ、ありがたい。いただきましょう。それで、松明か。松明だから、あれ、ないのか。あ、まあ、こっちから取るか。で、棒がないんだよな。もう棒がないから、これ、まあ、一回48個あれば、十分でしょう。行きましょう。描画距離のこと忘れてましたね。何に使ったんだろう。ちょっとよくわかんないけど、まあいいや。よし。
さあ下行ってどんどん下行けば洞窟があったけど、どうしようかな。まあここ行くか。この下やな、やっぱ。ほっと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 、よし、気をつけないとな、いるからな。こっちには、こっちは特に、ないですね。レッドストーンは今使うことないと思うんで、まあ放置。よし。で、敵は？あ、金取れてないじゃん。忘れてたんだ俺。前回行ったと思ったけど、行けてなかったんだ。よし。どうだ？あった、金。ちょっと待って、金あるじゃん。あ、どうだろう。あ、いた。危な。え、ちょっと待って。どっちどっち。あ、下。下。危ない。危ねえ。ちょっと待って。どうしようどうしよう。サンダーモード。よしよしよし。ほら。よっしゃ。オッケー。あー、危ねえ。またクリーパーにやられるとかやった。危な。怖い。あ、ゾンビだ。ちょっと待って。こいつは、剣でいこう。オッケー。わ、いるいる。めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。ふっ、あは。待って、これは、やばいか。倒せんかった。よしよし、いけいけ。よしよしよし。えい、あ、ちょっと、ついた。よし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 。えい。あ、忘れた。よし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 。オッケーオッケーオッケー。よし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 。オッケー。おーし。で、で、明かりをつけて。うん。まあ、いいかな。てか、めっちゃおるな、敵。ほっ、甘い。あぶね、大電やからな。まずい。まずい。おーし。あぶねえ。しかし、ゾンビ頭ゲット。いらないけど。いいね。やっぱ、大電クリーパーにすぐできるから、雷撃やから。めっちゃいいんすよね。そういうところは。で、防御すればなんとかなるし。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。あーし。怖い。てか、後ろから来る可能性あるんだよな。てか、金あったし。あ、魔女がいる。あ、前回、前々回か。前々回魔女でびっくりしてやられたんだよな。そうだそうだ。そんな、まずい。相手は魔法使いだからな。よしよし。あ、いるいる。あ、くそ。ま、魔力足りない。くそ。よし。怖い。よし。はっ。暗え。なえ、なんだっけ。ライトニングストライク。ライトニングストライク。暗え。ライトニングストライク。マイク足りない。ライトニングストライク。ライトニングストライク。よし。オッケーオッケー。まあ、じゃあ、剣倒そう。よし。うん、めっちゃ出た。嬉しい。あ、いるいる。やばいやばい。オッケー。で、これは、マインバーストで掘りましょう。よし。今、金は？お、9個。ってことは、あ、どうだろう。あ、もうちょっと、手に入れとくか。これは多分、こっちから行った方が早いかな。高さ的にいるね。うわ、いるいる。よし、こっち溶岩かな、明るいってことは。あ、やっぱそうだ。ライトニングストライク、ライトニングストライク、ライトニングストライク、ライトニングストライク。落下し。
オッケー、あー違った、よし、オッケー、あーと、もう金もうちょっと欲しい。どこだろう、どっかにないかな。うわ魔女がいる、魔女いるやんけ。ぽっちゃぽっちゃぽっちゃ、え、なんで死んだ。あ、イカか、イカね。うわこれライトニングストライクなんだっけあいつ。あ、まずいまずい、あぶね、食らうかな、ライトニングストライク。あ、食らうね、よし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 、あー、やった、エンダーパールゲッツ。じゃあ捨てるもんはスタートでいいか。もう一匹いったよね、もう一匹いったよね。あれどっか逃げたか。ち、弱虫め、俺が倒してやろうと思ったのに。金鉱石を探しましょう。金は足りるけど、まあ足りるんやけど、もうちょっと欲しいなーって感じかな。どこだろう、あ、どうだ。あ、もうなくなっちゃった。金鉱石がないっすね、見た感じ。怖いなぁ、こうちょっと。でもあんまり行きすぎると後ろから襲われる可能性があるんでちょっと怖いんですよね。一旦戻りますか。ちょっとダメだ、一旦戻ってからの、じゃあ戻ろう。多分もう夜かな、上は。うわ、いる、クリーパー。よし、戻ろう、戻ろう。一旦戻ろう。危険だ。どう行くんだったっけ、この下だっけ。あ、あった、金鉱石。よしよし、いいかな。これがあるかな。あ、結構あったかな。4つぐらいあった？お、14。よし、いいんじゃない、おそらく足りるはず。こっちか。ラピスはいいや。うわ、いるーなー、微妙にあそこ。よし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 、ほらほらほら、オッケー、よし、オッケーオッケー。これでドラゴンは育てられます。うん、であそこか。おっしゃ、ドラゴン行こう。せっかくなんでドラゴンも育てたいけど、深きがあればいいよね。深きいけるかな。まず深きでしょ。どうかな、深きいける。あ、もう夜だね、完全に。焼くもん、深き、あー、ないんだ。ちょっと待ってよ、ないのか。もう石炭がないし木もない。うわー、まずいなこれ。マジっすか。うわー、おー、どうしようどうしようどうしよう、ちょっと困ったなこれ。どないしよっかな。外まで行くか。敵めっちゃおるもんな。うわ、どうだろう、ドラゴンとかいたら嫌だな。とりあえずダッシュで行こう。ダッシュでキー掘ろう。ドラゴンいないよな。ドラゴンの巣はあったけど、うわ、そっか、やべえ、嘘だろ。あ、ちょっと強くね、嘘、ちょっと待って、これ逃げよう逃げよう、あかん、あかんやつや。やばい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 、あ、やばい、死ぬんじゃない。ちょっと待て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 、やばい、まずいまずい、逃げろ逃げろ。あ、危ねえ危ねえ、しんどかった。夜はあかん。あー、危ねえ。あかん、無理だ。焼けないのか、アイテム。うわー、やっちまった。危ねえ危ねえ危ねえ、しんどかった。やべえ、危ない危ない。前回より短い距離で死んだってなったらあかんな。
焼けないもんな。9個焼けないね。多分ツルハシとかも足りないだろうな。これを焼く素材にしていけるか。どれぐらい焼けるんやろ。で、来てる来てる来てる、めっちゃ来てる。多くのドアもいらないし。うわー、いる。怖い。あ、待ってよ、これ開いてんのかな。あ、ピンチだな。開けない、閉めないと。これでっか。忘れてた。お、危ねえ。わ、こっから来る可能性あるもんな。とりあえず、あー、ダメだ、2個か。よし、まあ、これで焼こう。で、弓は合成しましょう。で、これでノーマル弓になった。オッケー。素材として、焼く素材としてある、ないっすね。もう金鉱石、金塊が足りない。金インゴットが足りない。あと4つですね。じゃあ地下でもうちょっと、うん、ブランチマイニングでもしときますか。うん、もしかしたら金が手に入る可能性もあるんで。金がそれほどいるのかどうかわかんないけど、ダイヤモンドも欲しいし、どんどん行ってみますか。あー、ていうか、そっか、松明もないんだ。待って、じゃあ石炭とかもこの辺で集めるか。それで行こう。うん、石炭も集めつつやな。確かこの辺にもあるよね、石炭。じゃあ行くぞ。はい、おっと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 。じゃあこの辺にして、確かこの辺でいいよね。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、金塊があった。おー、めっちゃいった。よし、金鉱石も入るし。オッケーオッケーオッケー。暗いなー、やっぱ。あ、違う違う違う、これこれ。あー、なるほどね。いらないもの、砂糖とか今いらないもん、この中にどこっか。いや、もういらないっすね。おお、これでいっか。よしよしよし、入ってる入ってる。よし、おお、入るね。いいねいいねいいね。はい、あー、そうなんだよな。この場合はこれだ。よし、まあ、これはね、人力でやった方がいいですね。もう砂利は人力ですよ。光、あー、すぐ切れるもんな、光が。よし、これがずっと続けばいいんやけど、さすがに魔法だから無理なんだろうな、きっと。ずっと続いてほしかったけど。よし、あ、こんなもん、とりあえずこんなもんか。おっとっとっと、光が。よし、よし、行こう。どれぐらい掘れたかな。うーん、微妙。 OK、 よし、まあ、これは必要かな。これはちょっと放置しちゃうといけないんだけど、石炭が出ないですね。木炭欲しかったけど、石炭か木炭が良かったけど。あー、ダメか、全然出ない。あー、ダメだ。うん、ここが限界かな。じゃあ戻ろう一旦。あ、てか6日になってる。終わりです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうございました。